は許さぬ。取引を行いましょう。邪魔。コウノケさん、ご覚悟。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。力を貸すぞ。ノウトウでは、戦場が悪すぎます。備蓄場の方がまだマシなので、向かいます。先に行くぞ。ついてこい。なんだよ、もう終わりか。掛川もマラソンで取れましたね。かたじけない。やってやろうじゃねえか。相手は3700の兵ですね。小山城まで4日、3700揃う前に倒せそうなので、17500でも勝ちにはありそうですから、向かわせます。方位で54日、余裕ですね。強行でも、方位と一緒なので、交渉が出やすい強行で行きます。小山城は、方位で46日、できれば小山で集結前に倒したいですね。舞台解散してますね。いいですね。もう終わりか。口ほどにもないの。秀吉、よく頑張った。偉い偉い。片付けない。参るぞ。小山に兵が当たったら負けてしまうので、分布で叩き落とせば良さそうです。志果たさずして賞は終えられぬな。絶対の教えきた。残念。絶対の教えは年に1回しか使えないので、半年経過後即戦争を吹っかけることにより、絶対の教えで逃げられることはないんですが、なかなかそううまくいかないのが現状なんですよね。武田信玄に戦争を吹っかけます。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。力を貸すぞ。手を貸してやろう。今川ももうヘロヘロなので、三国同盟も崩せれてますね。やってやろうじゃねえか。戦場で有利に当たれる場所がない。負けは確定ですが、向かわせます。出陣だ。参るぞ。秀吉の方もなんか有利に当たれるお城がないですね。有利に当たれる場所がなければ、有利になるように多方面攻めをすればいいだけですので、張さんに頑張ってもらいます。風林火山、わしの戦を見せてやろう。使いの者が来たようです。浦上さん、従属ですか。それなら受けますよ。
俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。力を貸すぞ。手を貸してやろう。参るぞ。ノッブーは最初河野さんを倒しに行こうとも思いましたが、近場のミヨッシーに宣戦布告し、ミヨッシー潰しに向かいます。進め。引田城の方が戦場が広いので、引田城で一戦を交えることにします。2箇所同時攻めなので、両方に兵を分担できるほど、三好さんは体力ないわずなので。志果たさずして、勝は終えられぬな。ちょっと悩んだのですが、取り込みはお断りします。一色さんもひとまずお断りしておきます。報告いたします。なんで断ったの？先月の終始です。神前をやっていなかったかもしれないとふと思い、神前をしっかりとした方がいいのではないかなと思い、一旦お断りです。ただなんとなくの気分で断っただけですね。従属状態でもドーム事例のポイント換算にはされるので、わざわざ招き入れる必要性もないんですよね。武将が足りなければ受け入れますけど、現在武将は足りてますから。我ら王道を行かん。志果たさずして勝は終えられぬな。あ、河野さんに負けちゃいましたね。残念。秀吉も負けちゃいましたか。27,600。これはかなわないな。やってやろうじゃねえか。手前の準剣所でも壊しておきますか。進め。参ります。長さんは国境警備にします。進みます。待機します。上皇34日、ノッブー頑張れ。お、武田軍、部隊減らして14,300で組み直してる。これは、勝てるでしょ。やってやろうじゃねえか。ついてこい。戦場で死ねぬか。志果たせずか。報告いたします。先月の終始です。天も人も俺に背くことは許さん。取引を行いましょう。ありがとうございました。この城もらい受けよう。なんかよくわからないですが落とせてました。もう最終段階ってことですね。今出兵している兵を把握もしていないで落としているという時点で総務事例が近いわずです。いざ参ろうか。ということで、開始3分の1くらいの時点で最後のボスの正解者は1人いましたね。正解した人は本当にすごいと思います。あんな初期段階で当ててくるとは驚きです。強行75日時間が解決してくれますね。これは負けたし、勝てると思ってたのに。武田さんは強すぎますね。相手にしたくなくなっちゃいますわ。俺の天界。それは準剣所作ってないからでしょ。まあそうなんですけどね。ノッブーはとりあえず動かさず様子見の待機ですね。荒木さん、また三好に潰されんよ。前回のみの前になるなよ。
末と、利家の結婚シナリオでしたね。前田刑事参戦ですね。それ歌舞伎ものはいいですね。だけど統率が弱いんですよね。だがそれがいい。松風でたら買ってあげようかな。惚れた腹の底から惚れたぞ。刑事さん、統率があと10くらいあればすごく使える武将ですけど、統率が本当に低いので使いにくいんですよね。お市さんは、統率と武勇のバランス良いので使えそうですね。報告いたします。先月の収支でございます。